続いて白組は孤高のモノマネ芸人山本貴弘。披露するのは今回は人気バラエティ99人の壁を山本流に大胆アレンジ。果たして、始まってるのかな。始まってる、始まってる、始まってる。いや、おい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 、スタッフスタッフスタッフ、おい、なぜ言わない、なぜ言わないな。キューを出せ、キュー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 。で、今日のジャンルは何、何ジャンル、ジャンル、ジャンル、ジャンル。え、俳優。お、俳優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 。で、挑戦者は、挑戦者、挑戦者。あ、俺俺、お、お、そうか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 。わた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 、わたわたわた、終わった終わった終わった。それではファーストステージ、キュッキュッ。問題。インスタライブで朗読をしているとき独特な癖が抜けない俳優さんといえば誰？これは俺かな。高橋克典。桃太郎ね、朗読してたんですよ。昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんがよし、しくったしくったしくった、語尾の癖が抜けねえ、しくった。問題。〇〇天のかこら、〇〇だこの〇〇が、デビュー作が不良、ヤンキー役でブレイクした俳優さんは誰？これは僕かな、中村徹。いや、昔ビーバップハイスクールでこのセリフ言ってましたね。あれで、舐めてんのかこれ。とか、上等だからボンキだけ。最終問題。ずるいなぁを独特な言い方をし、おい、俺しかいねえだろ、小田裕二。正解。改めて問題を最後まで聞いてみましょう。ずるいなぁを独特な言い方をし、当時の若者がみんな真似をした俳優さんは誰でした？俺、あの東京ラブストーリーの時のセリフなんですけど、あの鈴木保奈美さん演じる赤名里香が夜の公園でカンチに対して、せーので一緒に振り返って帰ろうって言うわけですよ。だからカンチは、あー、オッケー、せーのって帰ろうとするんですけど、カンチ的には里香が本当に帰ったか気になるわけですよ。だからちょっと見るんですね。そしたら帰ってなくてこっち見てるんですよ。それを見て、ずっちやなって言ったっていう、もうおい、やらせんなよ。っていうか、スーツの番宣やらせろ。いや、ありがとうございました。